PS ビータを初修理、衝撃のラストが後編、アンマンアワーは今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、セレブな泡に今包まれようとしております。100均でね、石鹸の泡をね、泡立てるやつを買ってきたんですよね。やっぱりね、洗剤はね、シャンプーかな、シャンプーはね、泡立てた方がいいということで、100均でね、お水とシャンプー入れてジボジボするとね、すごいクリーミーな泡になるっていう、そういう商品が売っていたので、買ってきてね、アンマンちゃんを泡にしてます。確かにさ、なんかアンマンちゃんをこすって泡にするよりいいよね。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。さあ、昨日の続きですね。3回目の動画になりますね。3日連続、ビータを修理しております。ケーブルが抜けてましたね。なのでケーブルをね、刺してもう一回組み上げたんですよね。それで動作確認してみようということで、昨日はね、動画が進んでまいりました。でね、動作確認をしたらですね、やっぱり動かねえと、スティックがダメだと、これはね、もう間違いなく分解履歴があるね、ビータですね。まあ、部品取りしちゃってんだろうな、もうな。ただね、スティック以外は大丈夫そうなんだよね。というわけで、もう一度分解して、スティックをね、一回外してみようじゃないかと。そういうことですね。よいしょ。どこにスティックがついてんのかね。もう一度確認していきましょう。分解シーンとね、組み立てシーンはほとんど、カットしますんで、まあ、前回、前々回の動画を見てみてください。よいしょ。この辺のね、ケーブルも抜いていきます。よいしょ。で、これでね、ですよね。スロットの基板が、取れます。で、プレートをね、取っていけば、基板が外れるはずなんですよね。ここから先はね、昨日の動画とか、一昨日の動画ではやってないんで、まあ、ちょっと流しますけれども、ここね、ネジ4本ですね。取っていきます。まあ、これでね、押さえてるみたいなんですけど、一応グランドの意味もあるみたいですね。一応、なんていうんですかね、接点になってるんで。じゃあ、これでね、外し終わりました。そして、こちらは L ボタンでね、外しておきます。で、このボタンのケーブルがね、ついてるんですよね。これごとズポって抜けるかな。とりあえず、あ、これで基板外れるわ。じゃあ、このね、細いケーブル、抜いていきます。これがね、結構、奥まで入ってんだよね。なので、ゆっくり外していきます。よいしょ。で、これでどうなんだろう。あ、外さなきゃダメか。ちょっと待ってね。この状態で、ロックを外してね、ケーブルを抜いていきます。このケーブルがね、抜きにくいですね。基板を少し持ち上げてね、抜くと、取れるかな。
慎重にね抜いていきます。取れましたね。でボタンはプレート型なんですね。鉄板がペコペコして動くような感じで、ネジがねすごい錆びてんだよね、一個だけ。これはちょっと異常だよね。まあ多分これあれだよな、分解してなんか他のところのネジを取ってきてるんじゃないかな、そんな気がする。さあ、そしたらね、これで取れるはずなんですけど、取れましたね。で、こんな感じになってるんですね。まあスイッチとかのね、やつと一緒ですよね。ただネジの穴が位置が違うんだよね。ここをね、ちょっと拭いてる間にどうするか今考えてます。どうすっかな。まあ、スティックが悪いとも限らないけどね。まあ確率高いよね。さあ、部品がね売っているか今確認中です。お、安い。あ、これビータ2000用か。ビータ専用の線ね。ビータ専用。専用。専用。専用だね。あるか。あったあった。これですね。これは高すぎるよね。いやー、これはちょっときついな。アリエクスプレスも見てみたけど、まあこれよりは安いけど、結構するんだよね。で、ビータ2000用は安いんだけど、ちょっと形状が違うんだよね。というわけで決心しました。いろいろ決心しました。というわけでこれをね分解します。もうしょうがないよね、やむを得ないよね。ケーブルもねちょっと拡大鏡で見たわけじゃないからさ、切れてる感じはなさそうなんだけどね。こういう時にさ顕微鏡が欲しいんだけどないんだよね。爪で止まっているのでゆっくり取っていきますね。いや欲しいな。顕微鏡。結構拡大しないとわかんないんだよね。そう、フィルムが切れてるんじゃなくて中が切れてるかどうかはね、ちょっと拡大しないとね。外れました。こんな感じですね。銅板がついててでクリクリできるようなそんな感じの作りになってるみたいですね。でこれがね取れるのかなと思ったら取れないんだよね。なんかいろいろがっちりハマってて、で、すんごいちっちゃいねバネがね3本ついてた。いやこれはね見落としてたわ。あの正面から見るとね全く見えないから気をつけて。3本ですね、4本じゃなくて。で再度ね抜けるかなと思ってねまたやってるんですけど抜けないんですよね。ダメか。もうちょっとね構造を見てみたかったんですけどね。なのでまあちょっと接点強化剤入れてクリクリ動かして今清掃してます。ここも汚ねえな。まあ、ここは関係ないんだけどさ、
すっげー手垢がついてる。なんか掃除したくなるよね。いやー、ダメかな。これやっぱり取れないしな。これ外したらな、もうちょっと清掃ができるんだけど、これ外れないんだよな。これ以上やるとさ、傷つけそうなんですよね。このプレート。そうすると余計にね、治ったとしても、ちょっとね、抵抗値が変わっちゃうと思うんで。さあ、これね、ちょっとぬるぬるしてる、ちょっと汚れも出てきてるのを拭き取って、組み立ててみますか。治るかもしれないんでね。というわけで、どうすっかな。バネか。バネはね、このピンセットの方がいいです。黒いのはね、あのセラミックでできたね、セラミックピンセットなんですよね。で、その分ね、ちょっと分厚いんだよね。だからね、こういう、バネをね、扱うときには、ちょっと不向きなんだよね。滑るし。ケーブルをね、つまんだりするには、角がないんで、傷つけなくていいんですけどね。こういうのにはね、不向きなんですよね。なのでね、ピンセットもいろいろあるんで、皆さんもね、いろいろ使ってみてください。でね、プレートの爪をね、止めていきます。これがね、プレートの爪がうまくはまってないと、これがね、外れてきて、多分ね、接触不良するんで、パチンパチンってね、はめていく感じ。これね、はまってるように見えてね、はまってないんで、ちゃんとはめた方がいいです。じゃあ、これで試してみますか。こっちの基板はね、異常はなさそうなんですよね。ここにね、端子があるんで、これは接点強化剤で今拭きました。さあ、組み立てていきますか。いや、あんなに部品が高いとは思わなかったな。あれじゃビータ買えるでしょ。ジャンクのビータ。でね、ここのね、コネクタはね、先入れした方がいいです。スティックはね、今刺してない状態。で、ここのコネクタってね、こういう風にすれば外さなくてよかったんで、まあ皆さんも、こういう風に修理するといいと思います。まあ、あそこのね、コネクタね、結構はめづらいのよ。だからね、慣れてないと結構きついかも。で、ここね、パチンと止めて、でね、このケーブルが、ちゃんとね、奥まで刺さってないとダメ。止めた後、引っ張って抜けないか確認してね。これね、このぐらいはまってないとダメ。反対側と見比べてみて、同じぐらい入ってる状態が作れれば大丈夫です。それでは、メモリーカードを入れて動作確認してみましょう。果たして動くのか、動かないのか。これね、よし。さあやってみよう。はい、やっていきます。電源オン。ちゃんとね、バッテリーも充電されてますね。本当に壊れてるのはね、スティックだけみたいなんだよな。だから惜しいっちゃ惜しいんだけどさ。これ絶対ここさ、動くよね、スティックね。ダメかな。
ここも動かねえもんな。あ、お待ちくださいだからかな。あー、ダメだね。ゲーム画面で動かしたんですけど、直ってないっすね。まあどうすっかな。今見飽きながら考えてます。いやー、ちょっと難しいね。 LR はね、ちゃんと効いてますね。問題がなさそうです。で、十字ボタンも問題なく効きますね。ちゃんと L もね、問題ないし。だからここだけなんですよね。多分ね。ただね、3590円っていう価格はちょっとないかな。まあ簡単に交換できるんでね。またコシャイさん、なんかジャンク見つけたら自分で交換してみるのはいかがでしょうか。多分ね、1000円ぐらいのジャンク買ってつけた方がいいと思います。で、LR 共通みたいなんで、ジャンク買って、まあ、両方ね、試してみればいいと思うんですよね。部品取りして。だから両方壊れてることはないと思うんで、大体壊れるのって左スティックですよね。なので、まあ、治らなかったよと。そういうことで申し訳ございません。部品どっかないかな。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、初代ビータはね、部品がね、結構高いからね、皆さんもね、注意してくださいね。またね。